高級ブランド店が並び、一流を求める人々の欲望を満たす銀座。そこは高級クラブがしのぎを削る欲望の巨大街でもある。数百万ものワインが惜しげもなく開けられる高級クラブ、一夜にして大金が飛び交う別世界。男と女の欲望を渦巻く高級クラブにカメラが潜入。銀座の伝統を守り抜く高級クラブのオーナーママ、今時の若いホステスに銀座の掟を叩き込む。銀座では働けない。そしてついに、何がいけないんですか？間違ってるとか間違ってないとか言ってんじゃないの。売上ナンバーワンホステスが新人ママに。みんな一丸となって気持ちを合わせて。しかし現実は甘くなかった。他の店行けばどんだけでも使ってくれるわ。僕は間違ってんだから僕辞めますから。新クラブ開店ドキュメント。突然オーナーママが病に倒れた。店を任されたチーママの奮闘。しかし鈴川さん、今日ママお休みなんで。赤字転落の苦悩。彼女が最後に取った一発逆転の秘策とは。お金持ちになりたいです。銀座のホステス、その給与明細を初公開。金と男をめぐるホステス同士の熾烈な戦いを目撃。潜入欲望の巨大街、銀座24時。銀座の街を彩る花束の列、一束2万円、今夜は50束で100万。ここは一元さんお断りの高級クラブ、クラブクラブ。オーナーママの誕生日にカメラが潜入。二人がかりで運ばれる巨大な胡蝶蘭、一鉢20万円。これら全てがママの誕生日プレゼント。このクラブのオーナーママ、金沢京子さん。着物姿がトレードマーク、銀座の伝統を受け継ぐ正統派ママ。銀座のクラブで働く女性っていうのはある種の緊張感をね、きちっと持って、そしていつも凛としていられる。美しくも厳しい、まさに銀座の女。ママの誕生日に集まったのは政財界の大物など一流の客ばかり。当然料金もトップクラス。座るだけで基本料金36,000円。追加のフルーツは5万円。ありがとうございます。そしてこのワインは1本25万円。もちろん全て基本料金に上乗せされる。この日はママの誕生日とあって客も大盤振る舞い。ありがとうございます。こちらはロマネコンティ2000年もの、なんと1本120万円。銀座のクラブではこの120万円に対しテーブルチャージなどのさまざまなチャージ料金が加算される。まだ幸せでしょ。どうしても幸せでしょ。もう生きてる限り飲めないかもわかんない。本当そう思いました。銀座にいることを誇りに思ってお仕事してください。はい。1週間でロマネコンティを4本も開けたというこのお客、一人で1000万円近く使ったことになる。夜ごとこうした宴が当たり前のように開かれる。これがまさに銀座の夜。京子ママは24歳で銀座デビュー、その後若干30歳にして独立。以来24年間夜の銀座を生き抜いてきた。常に一流の座を保ってきた彼女の信念とは。どこで誰が見てるかわからないし、見られてるっていう意識を忘れないで適度な緊張感を持って生活をする。
あるいは仕事に臨むっていうことが私はやっぱり一番大事なことだと思うんですね。特に銀座の女性はその緊張感っていうものがないとダメ。250万円の結城紬を着こなせるのも緊張感あってのこと。この日は月1回のミーティング。だがママの表情が険しい。我々はその理由をこの後知ることになる。早く帰りなさい。遅刻してきて。新人ホステスが平気で遅刻する。銀座の女性に必要な緊張感がまるでない。凛ちゃんのカバンどかして。昼間の仕事を持ちながら働くホステスが多いため、アルバイト感覚が蔓延しているのだ。二足のわらじを履こうと三足のわらじを履こうと、それはあなた方の自由です。何足履こうが。でも何足履いても、じゃあクラブのホステスということには変わりがないわけですよね。あなた方の仕事はここでお客様に座って水割りを作ったりするのが仕事ではなくて、あなた方はこのお店にお客様を呼ぶことが仕事なんです。お客様を呼べるということがホステスの仕事ね。それを勘違いしてもらったら困る。お客を呼べる女性こそが銀座のホステス。そのための第一歩が身だしなみなのだが、びっくりしちゃったんだけど、これ呼び出されたのは最近入ったばかりの新人、立花花さん24歳。ちゃんとマニキュアもさ、ペディキュアもちゃんとするならもっと綺麗にしなきゃダメ。入店わずか1週間、今時の若い女性である。ちょっとそれでは銀座では働けない、銀座の夢をね壊しちゃいけないということをいつでも頭に置いてお仕事しないとね。そうするとね、こういうトンチンカンな格好で来ないわけよ。自分の中でいつでも、あ、私は銀座でお勤めしてるんだ、だから夢を壊しちゃいけないんだね、はい。破れたジーンズから一転、黒いドレスに身を包み仕事に臨む。ニューフェイスの花ですけど、よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。ニューフェイスに会うなんてラッキーですね。本当ラッキー。じゃあ私向こう行こうかしら。花さんは18歳でこの世界に入り、千葉県のクラブから憧れの銀座に移ってきた。しかしそこは想像以上に厳しい世界だった。このソファーね、うち高いでしょ。こう背もたれ高いじゃないですか。でこの色はね、なんでこの色かってちゃんと意味があって作ってるんですよね、お店。そう、これはね、男の人ってみんなダークでしょ、色が。全部男の人は吸収されてしまって引き立たない。ただ女性がね、今日あなた黒だから全然引き立たないけど、みなみちゃんみたいに白だったりしたら女性がとっても引き立って綺麗に見えるわけですよ。ママが店の中で一番こだわったというソファーは、女性が主役という銀座ならではの演出。でもね、今日は黒だったのね。はい。思わぬ展開に居心地の悪い花さん。客がトイレに立った直後、ママの表情が変わった。女性はね、黒を着ちゃいけないって基本的に私言ってるの。はい。ちょっと着替えてきなさい。はい。持ってきてる？ちゃんと。持ってきてます。ね、じゃあ着替えてきてください。お客様トイレ行ってる間。すいません。大丈夫。ファッションを否定されるのは何よりの屈辱。あんなことがあったことないんで、ちょっとへこみます。しかしお客に喜ばれてこそ銀座の女。もういいよ。全然こっちの方が綺麗。もう少しこっちで下げてみたら。こういうのもありですか？ねえママ、すごい綺麗ですよねこの色。最初からこういうの着てほしい。新人といえども、
クラブというステージに上がった瞬間から誰もが銀座の女。この道24年の京子ママはホステスたちに銀座の心得を叩き込む。ホステスたちに厳しくあるためにも京子ママは今なお自分を磨く努力を怠らない。オーナーママもここでは一生徒。ほらツンツンツン体で手先で踊んない、ツン腰落としてツンツン。踊りの先生である藤間智さんは藤間流の大家子藤間智明さんの娘。かつて松本幸四郎さんとも踊ったこともある藤間流の師範である。手がなぞるんであって体がなぞるんじゃないのよ、はあ、あんな。オーナーママである自分を咎める人間は銀座にはいない。だからこそ一流の先生から浴びせられる厳しい言葉を受け、緊張の中に身をさらすことで自分の甘さを戒めるという。夜のお店のね、お仕事もこういう芸術のお仕事も幕が開いたらそれでいくらっていうなんぼのもんじゃっていうもんで評価されますでしょ、値打ちが。緊張感は大事なんです。緊張してもやっぱり自分の中のものを出し切れるということが一つじゃない、同じじゃないですかね、そのお仕事も芸術も。緊張感の中でこそ女性は磨かれる。京子ママは銀座で客の呼べる女性であり続けるため努力を惜しまない。遠くを見て、私がちょっとお話しします。この後京子ママが新人ホステスに激怒。何がいけないんですか？間違ってるとか間違ってないとか言ってるんじゃない、あなたの言ってることは間違ってると、私あなたの言ってること否定してるんじゃない。うまい一番搾り勝ち点当たる。携帯に音楽があふれ出す。音と光の新感覚ミュージックフォーム P901IS パナソニック。カウンターだ。そっち注意しろ。フェイントでかわしていく。ここはうまい。いいですよ、いいですよ。まだまだ。アップ始めろ。ベンチに動きがあるようですよ。交代でしょうか。鍵閉じ込めました。何やってんだよ。自動車保険トータルアシスト誕生。東京海上日動から。ダニ、モミ、ケムシ、気持ち悪い、ムカデ、うわ痛い、クラゲにさえ効く。我慢できないかゆみ腫れに。日本初の処方。すごい。ムキアルファ EX 誕生。Love is all that I can give to you. Love is more than just a name. 新しい東京始まります。ザ東京タワーズ勝どきにオープン。ケンちゃん、お肩にゲルマニウム、プチ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 シルマ。シルマ。ケンさん、腰にもゲルマニウム、プチプチシルマ。プチシルマ。思いっきり生きていくってことはいろいろあるかもってことでしょ。損保ジャパンの医療保険ドクタージャパン。真っ白、腰が楽です。はい、かわいいから出し入れしやすい。もう30万世帯と暮らしています。斜めドラムといえばナショナルです。しかもシャワー泡洗浄ナショナル。午後8時、今日も夜の銀座の幕が開く。クラブクラブでは様々なホステスが働いている。 And working in Ginza, I just had to come here to Ginza. Because I want to learn the culture of Japan. Ah, okay. 上海出身という新人ホステス。一流の客が集う銀座のクラブは勉強の連続だという。そしてここにも日夜勉強中の新人ホステスが。
ニューフェイスです。どうも。クラブクラブの新人、立花花さん24歳。一流のホステスを目指し、懸命に仕事に励む毎日。しかし、おしぼりを手にしたその行動は。もしね、はい、スイカとか飲まれたら、すいません、紙ナプキンで、はい、わかりました。ブランドじゃなくて、銀座では客のグラスをおしぼりで拭くホステスは一人もいない。さらに彼女は致命的なミスを犯してしまう。どうもありがとうございました。はい、どうも。一瞬の気の緩み、だがそれを京子ママが見過ごすはずはなかった。花ちゃん、さっき時計見てたでしょ。はい、時計を見たらダメ。はい、確かに花さんは時計を見ていた。はい、どうして店内に時計がないかわかる？ね、お客様に夢を与えてる場所だから、はい、時計はないの。時間を忘れてもらうためだから、はい、ね、それなのに女の子が一生懸命こう時計を見てたら、お客様なんか、早く帰らなきゃいけないの。夢を壊さないにしてください、はい、彼女が時間を気にするのには訳がある。タクシー乗り場に銀座の女性たちが並ぶ中、花さんはある場所へ向かって走っていた。着いた先は深夜バス乗り場。花さんの自宅は千葉県の蘇我。この深夜バスで帰る。本当はタクシーに乗って帰りたいんですけど、千葉までタクシー乗ると3万円近くかかっちゃうんです。でもお仕事はやっぱりいっぱいいっぱいできる範囲でいっぱいいっぱい頑張りたいと思ってるので、今はバスを利用してるんですけどね。バスなら3000円。経済的に苦しい理由は自宅にあった。花さんは銀座で働くため 3LDK のマンションに引っ越した。引っ越しの代金は給料を前借りしたという。前のお部屋でも間取りが2部屋広くなったんですよ。やっぱ衣装も増えていくかなと思って、だからここの家賃は銀座で一生懸命頑張っていかないと払えないお家賃だと自分で思ってて、だからしばらく頑張ろうと、頑張るぞと思って、じゃなかったらここ出なくちゃいけなくなっちゃうから頑張ろうと思ってます。はい、豪華な新居は銀座で働く決意の表れ。花さんは銀座での仕事にかけていた。自宅のある千葉県の蘇我から東京に向かう京葉線。花さんは毎日電車賃740円で通勤している。花さんにとって銀座は思い出の場所。彼女がこうして銀座で働くのは実は2度目だという。1年前、千葉県のクラブから憧れの銀座に移ったが、わずか10ヶ月で辞めてしまったという。人間関係がちょっとそれがあって、足が遠のいて、そのうち、なんだろう、頭痛くなっちゃったりとか生き癖っていうんですかね、精神的にちょっといっぱいいっぱいになっちゃって、やっぱり、辞めることになりますね。地元千葉県のクラブに戻ったものの、どうしても銀座への思いが断ち切れなかったという花さん。もう一度銀座で一流のホステスになることを夢見て、京子ママの下で努力を続けている。
そんな花さんが閉店後黒服に詰め寄った。黒いドレスもダメだしストッキングもね。でも今日はストッキング怒られて、うん、この間は黒いドレスも怒られて、うんうん、ストッキングを履いて怒られた理由がわからないという。どうしたの？いや、今日なんですけど、うん、ストッキング履いててちょっと注意されまして脱ぐようにという指摘と、こっちらさ、じゃあ私がちょっとお話しましょう。花さんが呼ばれた。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。新芽がうまいぞ、食べてみよう。ゴーッアース、なめくじいらっしゃい。なめくじをおいしい匂いでぐんぐん引き寄せ、まとめて退治。助けて、置くだけ簡単、アース、なめくじいらっしゃい。置く場所を選ばないからとっても便利なベンチでノーマット。横にしても立てても壁にかけても使えるんです。独自の専用ファンとハニカム構造でしっかり顔退治。 LED メーターで取り替え時期もよくわかる。アース、ベンチでノーマット。キャッシング身近になりましたの。だから正しい知識が必要。収入と返済のバランスが大切。借りすぎには十分注意するのじゃぞ。さて、消費者金融連絡会では金銭教育の支援や啓発広告など健全なご利用のため様々な活動を展開しておるのじゃ。くれぐれも計画的に。消費者金融連絡会。閉店後黒服に詰め寄っていた花さんを京子ママが呼び出した。毎日のように服装を注意されていた花さんがついに不満を爆発させた。今日ストーキング怒られたじゃないですか、うん、脱いできたんですけど、うん、この間は黒いドレス怒られて、うん、私は私が綺麗に見えるように、うん、私なりに努力してそっちの方がいいと思ってしてるんですけど、うん、私は素足の方が素敵だと思うよ。うーん、だって最近のファッション雑誌見てます？見てます。見てる？はい。そしたらセレブはみんな生足でしょ。そう、素足で。そうでしょ、はい、冬でも素足よ。そうですよね、うんうん、でもストッキングを履いた方が足は綺麗に見えると思うんです、うんうん、それはあなたがそうに思うだけ。うーん、ね、へりくつ言わないで。自分の足に自信がないんだったら長いドレスを着ればいいし、はい、自信が持てるように努力すればいいし。はい。誰でも最初みんな自信があって銀座に働いてるわけじゃないよ、うん、そうでしょ。銀座の空気になれるようにみんな努力して、一生懸命お客様に夢を与えられるように一生懸命努力して、みんな女性が美しくなっていくわけだから。花さんが生まれた頃から銀座で生き抜いてきた京子ママの言葉は重かった。じゃあ時計もダメ。はいはいって分かってもらった。時計はダメ。時計はこの時計はダメって言った。はい。これは全然夢与えてない。だってあなたがこれいくらカルティエの時計であろうとなんだろうとこれをしてるってことは、うん、あ、なんだ花ちゃんは、まあ、その程度の女の子なんだって思われるでしょ、うん、はい、これがいくらする時計なのか知らないけど、うんうん、せいぜいしても10万か10何万の時計でしょ、うん、っていうことは、じゃああなたに何かプレゼントしたいって思う時に、うん、あ、じゃあ花ちゃんは10万の時計で満足する子なんだって思われちゃう、うん、はい、ね、だったら何にもしない方がいい。何にもしないで、あ、じゃあ僕の色に染めてあげようかな、花ちゃんにはどんな時計が似合うだろうなっていう夢を与えてあげた方がよっぽど素敵、はい、銀座でお仕事するってことはこういうことなんだっていうね、意識を常に常に自分で忘れないように、はい、ね、頑張ってください。はい、また。はい、頑張ってよ。はい。他の歓楽街とは違う緊張感に満ちた銀座の高級クラブ。ホステスはその中で自分を磨き、客に夢を与える女として成長していく。店に出勤した京子ママに黒服が駆け寄った。はいはいはい、
4階でお客様にお待ちいただいていますので、お迎えに来ていただけますか。はい、すみません、よろしくお願いします。馴染みの客が同じビルの別の店で待っているという。京子ママが向かったのは4階のクラブベルデ。クラブクラブとほぼ同じ時期にできた高級クラブである。このクラブのオーナーママ高木久子さん、チャコママの愛称で親しまれ、ドレスがトレードマーク。ママどうもいつもありがとうございます。京子ママにとってチャコママはホステス時代の先輩。この男性は昔から2人の常連客だという。ありがとうございます。うちでも冷やしてありがとうございます。すいません、お邪魔しました。ピアノの生演奏で優雅な雰囲気を漂わせるクラブベルベ。総勢28名のホステスたちは昼の仕事を持たない水商売のプロばかり。29歳にしてこの世界に入ったチャコママ、オーナーママにまで上り詰めたのは商人の家で育ったその接客センス。ダメだよそんなこと言ったら。大丈夫？ダメ。でもドンペリ飲めば治る。わけやがんない。いろんなお客さんに言ってんの。シャンパン飲むと治るのとか言って。やだやだだって。向こうにも言ってるの。向こうにも言ってるの。でたまに病気になって回帰祝いなんて年に何度もやるの。この憎めないキャラクターが客に支持されている。ママほら薬来たよ。薬あ来て、あ薬だー、ママちゃんの薬。客が注文するのはママの好きなドンペリ。ドンペリにも数々の種類がある。こちらは4万5000円の白。エノテークは1本10万円。こちら人気のロゼも1本10万円。銀座のクラブの中でドンペリ消費率ナンバーワンを誇るベルベ、チャコママについたあだ名はドンペリの女王。いつも陽気なチャコママ、しかし今彼女は深刻な問題を抱えていた。昨年体の調子を崩し、ママになって初めて長期の休みを取ったのだ。で目覚めると死にたいんですよね。で特に深い悩みはないんですよ。原因は更年期障害。ママが休んだ結果、彼女を慕うお客が激減、店は赤字に転落してしまった。ベルベは今開店以来の厳しい状況に立たされている。まあこの時代っていうのはね、まあ IT 関係の人も銀座にあんまり魅力を感じてないんですよ。もう本当のお金持ちってね、銀座に来なくなっちゃったんですよね。その売り上げのお姉さん、厳しい時代に追い打ちをかける赤字。苦しい状況の中、ママをサポートするチーママと呼ばれる女性がいる。吉田亜美さん33歳。1年前にチーママに任命されたが、その人の良さが裏目に出ている。今年に入って1月2月と、とても暇で、私自身もすごい落ち込んでいるんですが、今月は、ママの誕生日パーティーがありまして、年3回あるパーティーの中でも一番忙しくて、あとシャンパンとかもすごくたくさん開くと思います。早い時間から遅くまで皆さん大変だと思いますが、4日間なので体調を整えてみんなで一生懸命頑張りましょう。亜美さんは病気のママに代わり店を任されたが、売り上げを落としてしまった。チーママとしての責任を強く感じている。
彼女は銀座のホステスとして働き始めた18歳の時にチャコママと知り合った。そして3年前ベルベに移った。だが銀座でカリスマ的な存在感を誇るチャコママのサポートは予想以上に厳しかった。はい、はい、あ、すいません。今日ね、ママにはね話が来たんだけど、ね、はい、もういないみたいだからね。そうなんです、すいません今日もうお休みなんで。でももし、もしよろしければ、うん、いや帰ればまた来る、また来る、また来る、わ、まね、かりました、もうすいません、もうしまって、はい、申し訳ありません、どうもすいませんでした。はい、またね。でも、もうちょいプッシュした方が良かったかもしれません。良かったかな。でもママいなかったら、ママに話があるって言ったらやっぱ無理くりはできないよ、やっぱり。ごめんね。そうですよね。ママが長く休んでいた間、このようなことがよくあったという。お客さんが帰っちゃう、エレベーターの前で帰っちゃうっていうのが本当に、ああママがいないからっていうのがすごいショックですよね。変わりが、やっぱ変わりはできてないですからね。変わりをできなきゃいけないんですけど。頑張れば頑張るほど逆にチャコママの存在の大きさを知る。アミさんは戸惑っていた。アミさんは強烈な個性で仕事をするチャコママとは対照的、人が良すぎるほどの物腰で接客に臨む。寒いよね今日ね。客への気配りを忘れない彼女は、同伴する客の好みに合わせてファッションを変える。いつもは着物だが、この日はドレス。気配りはホステスに対しても同じ。体調が悪い後輩のために自分のグラスとさりげなく交換、人の分まで酒を飲む。客に気づかれないように彼女は後輩のグラスと交換し続けた。アミさんは自分がチーママとして果たせる責任はこんなことでしかないと感じていた。この夜、アミさんは久しぶりに酔いつぶれてしまった。しかし人の良さだけでは商売にならない。このところチャコママはアミさんに苛立ちを覚えていた。じゃあワインでも行きますか、マイワイで。じゃあ日本行っちゃおうか。日本、本当に。また。すごい。いや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 。注文したのは10万円のシャトーラトゥールを2本。しかし、いいですか、とりあえず、あの、いや、とりあえず1本にしておきます。とりあえず1本、はい、1本に、はい、ワインお願いします。ワイン2本ね。シャコママの顔色が変わった。聞いてくださいよ、性格だから。でもね、社長ばっみたいな人ばっかりじゃないんです。いいよ、そこがいいんだよとか言う人が。せっかくのチャンスをさ逃しちゃうじゃない、はい、だから日本いいよったらありがとうございますって、なんでこうシャラーっとできないんだろうと思うわけ。別にいじめてるわけじゃないの、はい、そこがまたいいとこかもしれないけど、チャンスを逃すってことよ、はい。まあね、せっかくね入れてくださったのにさ、なんかお説教じみちゃうけど。自らの売り上げを下げてまでお客さんに気を使うアミさん、チャコママはその行動が歯がゆい。はい、僕はパーッとやりたい時があるのよ。なのにそれに蓋しちゃうっていうところがダメなの。そうすると、あのフランスでしょ、会社がある。そう、そう、もう社長大好き。ありがとうございます。チャコママがアミさんに求めているのは売り上げに対する割り切りだった。うん、美味しい。
この日、アミさんはお姉さんの元を訪ねた。かつて銀座のホステスだった彼女は良き相談相手。普通のなんていうか仕事とかにはない苦労っていうか、もうママになってもちゃくママのおかげだからね。いや、そりゃそうだよね。やっぱ本当ちゃくママは本当すごいから、やっぱりもうなんていうか、ああいうママに知り合えなかったらいいところ引き出してもらえないじゃないけど、うん、でもまあチーママになっても全然ね良くないからね、ミスがね。良すぎる、いい人すぎる。でもいい人ってはっきり言って、あの聞こえはいいけど、こういう仕事だったらいい人じゃいけないのかもしれない。午前1時閉店後のベルベでは、黒服たちが案内状作成に追われていた。店にとって大切なイベント、ママの誕生日が近づいている。アミさんも常連客に心を込めて案内状を書く。さらに得意先への挨拶回り、このイベントで今までの赤字を一気に取り戻したい。そんなある日、アミさんが向かったのは、おはようございます。みんな集まってる。はい、もう今まさに飲んでおかす。誕生日を間近に控え、チャコママは店のホステスと食事会を開いた。